お疲れ。どうしたの？忘れ物？ああ。私は洗濯してから帰るから。うん。もうみんないないよ。何？もしかして、私と二人になりたかった？ 最近は、ちょっと部活忙しくて、二人きりになれないもんね。何？すぐ帰っちゃう？ まだ時間あるならさ、もうちょっとここにいない？ だって最近遊べないんだもん、一緒に。私もなんかもうイライラしちゃって。部活中は話しかけれないしさ、邪魔できないから。だからもうちょっと一緒にいたいなと思って。ダメ？ダメなの？まだ一緒にいてよ。ね。ああ、もう、大丈夫。この前はちょっとやりすぎちゃったからさ。もうあんな風にやりすぎないから。だって最初は、ちょっと加減がわかんないじゃん。でも、それも良かったりするんでしょ？ え、違うの？なんか、嫌だとか言う割にはさ、私別に、なんか、あれじゃん。無理やりじゃないじゃん。だって逃げれる状態作ってあげてるんだもん。でしょ？ 内鍵だってどこにあるか知ってるでしょ？うん。でも、逃げれる状況作ってあげてるのに、君が逃げないってことは、君もされたいのかなと思って。だってそうじゃん。私いつも遊んでるとき言ってるでしょ？逃げたかったら逃げていいよって。でも君が逃げないんだから。まあ、そういう風になっちゃったのかな。今まだいてくれるよね。だから洗濯だって。これ君のユニフォームだよね。うん。今日すごい頑張ってたもんね。いや、かっこよかったよ。まあ、大丈夫だよ。だんだん慣れるから。うん。みんな最初はそんなもんだし。でも、そういえばさ、今日練習試合やってる時に女の子たち見に来てたよね。見に来てたじゃん。なんかフェンス覗き込んで。そう。うん、なんかね、私気になって話しかけたら、君と同じ学年の子だったよ。そう。で、嬉しそうに試合を見てたから、気になる子でもいるの？って聞いたら、うん。いや、3人ぐらい来てたかな。で、1人の子だけがすごい釘付けで見てたから気になったの。で、そうやって聞いてみたら、君彼女できたんだって？ その子は君の彼女らしいじゃん。いつの間に彼女作ってたの？ ひどいな、先輩にさ、話もしてくれないなんて。先輩に話してくれないじゃん。なんで？ いや、怒ってないよ。怒ってないけど、私別に彼女作っていいって言ったしさ、君をいじめられればそれでいいと思ったし、うん。それでお互い欲求満たされるから。でも、なんで話してくれなかったの？
そりゃそうでしょう。君のことは何でも知っときたいんだもん。でも、すごい純粋そうな子だったね。いつから付き合ってるの？どっちから告白したの？どこが好きなの？もう手つないだ？ なんで逃げようとするの？君が逃げようとするのは、いつもパフォーマンスだもんね。本当は逃げないじゃん。本当は逃げたくないんでしょ？ じゃあさ、いちいちそうやって怖がってるふりしなくていいよ。ああ、まあ、私はそれはそれで嬉しいんだけどね。その様子を見るのが。君の顔を見るのがさ。でも、それで満足なの？あんな何にも知らないような子で、純粋そうな女の子でさ、君は満足できる？満足できないんじゃない？もう知っちゃったもんね。何？本当はこうやってされるのも好きでしょ？苦しくされるの好きだよね。どうしたの？絶対あの子じゃ君をこうやって喜ばせてくれないよ。それでもいいの？もしかして、あの子と付き合っていること黙って、私ともこの関係続けたまま付き合おうとしてた？ そんな悪い子になっちゃったの？ あんなに純粋そうだったのに。私が変えちゃったのかな？ やだ？嫌ですじゃないじゃん。やめてくださいって言ってごらんじゃ。まあ、やめないけどさ。わ かってていつも言ってくれるんでしょ？言わされるのも嬉しいんでしょ？こうやって、だんだん酸素が薄くなっていくのがいいんでしょ？頭がぼーっとするでしょ？ ごめんごめん、苦しいね。大丈夫？君はまだ、これからも彼女と付き合い続ける？ そっか。そうなんだ。じゃあ、私とはこの関係続ける？私は別にいいよ。でも、君があの子と手つないだりとか、触られたりしたら、なんかすっごいイライラする。うん、考えただけで。なんか、めちゃくちゃ腹立ってくるなぁと思ってさ。だから、多分、今まで通りにはいかないかも。もっと激しくなったり、もっと痛くなっても、我慢できる？だって、それぐらい私はイライラしてるんだから。前まではさ、君があんまり嫌なこととか、ひどいことはしないよって言ったけど、やっぱり無理かも。
ダメ？次はどこ閉めてほしい？そんな目に涙溜めたら私すっごい嬉しくなっちゃうじゃん。そんな顔私にだけだもんね。そうだよね。もっと泣いていいよ。もっとその顔見せてよ。でも君はさ、こうやって遊んでる最中に、最初はやめてくださいって言うのに、嫌だとか、そう言って言うのに、だんだんさ、私に従順になるもんね。そこが可愛いんだよな。こんなとこ、彼女さんには見せられないね。だよね。じゃあ、私たちだけの秘密ね。大丈夫。でも、あなたたちの関係は邪魔しないから。むしろ応援してるよ。君が物足りなくなったら、いつでもこうやって待ってるから。うん、もちろん。だから、君は私のもの。わかりましたって言って。いい子。